祝196話ヘンリーのリクエストストーリーですね。出てこいハット卿というお話です。それではご覧ください。どうぞ。あれ、今日はトップアムハット卿から何にも指示がないけど、どうなってるの？今日は平日だからみんな仕事のはずなのに。やだ、休み休みお客様たちに怒られたらどうするんだ。おいヘンリー、なんとかしてくれ。まったく、あのおじいちゃん多分寝坊しているんだろう。起こしてくるよ。おい、おじいちゃん、トップハムハット卿、出てきなさい。おい、早く出てこないとお馬さん爆弾で爆破するぞ。おい、おじいちゃん。よいしょ、よいしょ、ヘンリー、見つかったかい？わー、お馬さん爆弾だ。ガタ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 。トップハムハット卿、出てこないつもりだな。では、予告通り爆破します。3、2、1。もう一丁。あれ、いないっていうか、ウィンストンもいない。ちっ、ここじゃなかったか。うん、思い当たるところがもう一箇所あるぞ。よいしょよいしょ、そうそう、ここだここだ。出てこい、トップハムハット卿。おい、出てくるな。爆破するぞ、トップハムハット卿。3、2、1、ゴー。ここでもなかった。一体どこに行ったんだ、ハット卿。うわうわ、雨が降ってきた。雨宿りしよう。まったく僕の綺麗なボディが汚れちゃうよ。よいしょっと。まったく、どこに行っちゃったんだ、ハット卿。すごい雨が降ってきましたね。こんな日は鉄道を使うお客さんがたくさんいるんじゃないかな。みんなお休みで大丈夫なのかな。おやおや、ハット卿が来ましたよ。パーシーを慌てるな。みんなに伝えるのを忘れてたが、今日は全面お休みじゃ。その代わり、バーティーやバルジー、バス軍団が頑張って働いてくれておるよ。パーシーよ、今日は君のおかげで、このパーシーチャンネル登録者が2000人も超えて、今年中には3000人も行くかもしれんぞ。そこで、このパーシーチャンネルの主役、パーシー君に最高級のみかんとリンゴをプレゼントしよう。わお、これを買いに行ってたんですね、ハット卿。どうもありがとうございます。みんなも今日は存分に休んでくれたまえ。ってあれ、ヘンリーがいないじゃないか。どうしたんだ。ヘンリーは、じゃあいただきます。おいしいおいしい。ヘンリーは走ってくると言ってましたが、雨でどこかで雨宿りをしているんでしょう。ヘンリーもすごい綺麗好きだからね。なるほど。さあ、早く止まないかな。よし、5月からは俺様も真面目に働くぞ。1234、1234、ヘッサホイッサホブルボー。うわー、結局泥だらけになってしまった。俺たちはどんなに頑張っても真面目には働けない設定なのに。それではまた見てくれよな。バイバイ。